あ、これか。これか。3ページと32ページ。現実を水は水素と酸素とは違う性質を示すってことを学習したと思います。前回に皆さんに予想してもらったのをまとめてきました。どもに3つ予想を立ててもらったということです。ここに塩酸を置いておくのでよく混ぜてもらいたいと思います。この全量のだいたい4分の1と4分の3の量を取ってもらって、今日は、ブンゼンバーナーを使って、加熱をしてもらいたいというふうに思います。しばらく放置してもらって触ってみて熱くないなと思ったら外してもらって、濡れ雑巾に包んで、完全に冷ましてもらいます。こんな感じですね。混ぜます。ちょっと少ないか。4分の1と4分の3、境目らへんだよね。ここ加熱部分が赤褐色になったら、まだ気持ちが、あ、これか、これか、外してそこまでいるの。すごい。傘みたい。ついてくる様子ないです。出てる。これやばいよ。考察も聞いていきたいと思います。今の実験の結果を踏まえて、鉄とイオンを熱することで別の物質ができたというふうに言えるでしょうか。はい、では今日の授業はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。気をつけでお願いします。お願いします。では教科書の36ページ。そう、その通り。水ができた。できると思う人、手を挙げて。濡れてる試験管があるかもしれないけど、それ使った実験予想するから出てこい。予想するから。あ、そうね。予想するから禁止にする。ね。